葵区黒金町、静岡駅北口から連なる地下道にある静岡茶のアンテナショップ、静地下喫茶、一茶さん。市内各地のメーカーから仕入れた約50種もの豊富な茶葉を一律500円で購入でき、お土産にも飲み比べにも便利です。店内にはカフェも併設しており、静岡茶をお茶入れの体験込みで楽しめます。喫茶メニューは上生菓子付きの選べる週替わりの静岡茶一茶セットか、立てる体験もできる抹茶セット。今回は一茶セットで奥静のお茶清沢育ちをいただきました。テイクアウトメニューも充実しており、煎茶の他には市内定番の薄茶糖などもお手頃価格でいただけますよ。一茶セットを注文するとカウンター越しにお茶を入れる様子を眺めることができます。こういう本格的な茶器を使って入れる体験は茶道の授業などで抹茶などなら経験ある方も多いと思いますが、煎茶だと珍しいですよね。こちらが一茶セット。一杯目のお茶は入れてもらったものをいただきます。清沢育ちは爽やかな甘みがすっと通り抜け、奥からほんのり渋み、苦味はほとんどない、マイルドに落ち着くすっきりとした味わいです。芋の黒い急須に入ったお湯を湯冷ましで30秒ほど置いてから、茶葉が入った白い急須へ。2杯目は香りと渋みが少し増して、よりじんわり味わい深い印象に。3杯目は少し苦味も出て、香りの変化も楽しめました。しっとり滑らかな練り切りは今回はサザンカをチョイス。小豆の香りも濃く濃厚な甘み、お茶と合わせて美味しくいただけました。お手頃価格で静岡茶を体験できる観光の方にもおすすめなお店です。ぜひお試しください。